はい、みなさんこんにちは。りなです。たかです。ティブロークでーす。私たちは京都の貴船に来てます。今日は川床料理です。そう、ここの貴船でめちゃめちゃ有名で、一番人気のひろぶんで今日お昼ご飯を食べたいと思います。こちら川床ひろぶん。もうまさにこっちに川が流れてて、聞こえると思うよ。ザーって聞こえると思うけど。そう、楽しみにしてます。行きましょう。はい、早速入っていきたいと思いますよ。もう雰囲気がいいよ。すごい、うわ、広っ。なんかめちゃくちゃ広いじゃん。懐石料理を注文したから、もうどんどん出てくるというイメージだよね。さっき、おかみさんみたいな人が料理を持ってきてくれて、思ったけど、めちゃめちゃ涼しいね。だから本当に、これがないと寒いぐらい、ね、川の上ってこんなに涼しいんだね。8月だよ、まだ外歩くと汗出るのに、ここの上はクーラー効いてるかぐらい。いや、だからあれだよ、京都はめっちゃ暑いけど、ここ山奥だから、よりちょっと涼しいでしょ。で、また川の上だから、また数度寒い。これ汗流しながら食べると思ったけど、全然快適。めっちゃ快適だから人気でしょ。うん、じゃあいただきます。これ豆腐なんじゃない。なんかゼリーが入ってる。京都っぽい料理だな。味が薄い。名古屋人のレナ社長からすると味が薄い。おいしいよ。社長、社長、はい、ここに純菜がありますよ。ちょっとツルツルしたヌメヌメした、食べれますか。いや、結構です。はい、あーあげる。うん、前菜いろいろあって。全部おいしいよ。まあまあ、さっきレナ味薄いって言ったけど、十分味濃いよ。そう、今お刺身来ました。ねえ、めちゃめちゃ夏っぽくない。この、ね、あの氷に入ってて、ガラスに入ってる氷があって、3種類だね。わさび全部入れたじゃん。大丈夫大丈夫でしょ。外国人わさびの分かってる大丈夫。辛い辛いよ。これアボカドじゃないよハモ、だからハモがある。ハモって何。あんま食べたことないんじゃない。ハモって何。あの包丁でこう骨を細かく砕いて。骨が入ってるってこと。骨を砕いてある、だからその骨を嫌な感じは多分しないと思う。がついてる。美味しい。でもさっぱりしてるよね。うん、めちゃめちゃ夏っぽい。人生初のハモかもしれない。ちょっと触ってみるよ。落とさないでください落としたら落としたら喧嘩になるよ生かしてあ、涼しい。気持ちいいよ。冷たい。はい、落とします。落とします。てか、この川床めちゃめちゃ広いね。だからこうちゃんと段になってるように、その上に板があって、すごい自然を大活躍、大活用してるねでもここだけじゃないでしょ。あの、ずっとこの川を流れて、他の会社がやってる同じようなところたくさんある。広分が一番上だから、ここからずっと川が続いてて、少なくともこの広分だけで150人ぐらい入れると思う。次来ましたよ。全部めっちゃ夏っぽいよ。このガラスのあれに入ってて涼しい。あ、涼しいじゃない、なんていう冷えてる食べ物、なんていう。涼しげだね。本当に涼しげ。涼しげ。お肉とほうれん草と、あとはめちゃナス。レナの大好きなナス。あーげる。この目で見た時、奥がめっちゃ綺麗。
私を見ろ。で、そのままお召し上がりください。じゃあ、鮎を食べます。先ほど、あの、おしっこから顔まで全部食べれるって言われたけど、顔を食べたくないな。おしっこから食べる。めっちゃカリッとしてる。塩焼きで、あの、外のあれカリカリしてるからめっちゃ美味しい。ちゃんと塩が効いてる。食べないで、私を食べないでって言ってる。社長何やってますか？写真を撮ってる。お、めっちゃ綺麗な写真じゃん。そうだよ。あ、なんか撮れました。満足ですか、社長？満足です。川の高価体験満足ですか？はい。じゃあまた次に出たよ。この魚はアマゴというもので、他にもなんか揚げ物みたいなのが出て、そろそろお腹いっぱいになってきてるよ。魚の味。ダメだ、食レポ下手すぎて。カリッとしてる、中はクリーミーで、ちょっとだけの内臓の苦さがあって、塩に合います。ちょっと足突っ込んでみましょうか。えっと、ここに皮だから問題ないじゃない。冷た、めっちゃ冷たいじゃん、これ。ダメだ、冷たすぎる。なんか真夏なのに。社長、そうめん来ましたね。ああ、はい、ああ、だからあの贅沢なそうめんだよ。そうめん。ああ。お、進めた。そうめん、美味しい。やっとご飯物も来ましたよ。ラスト来ました。ご飯と湯葉のなんかのお吸い物。あとデザートが美味しそうだけど、ゼリーだけど、マンゴーと梅のゼリー的な湯葉見て、これ長すごいやん。なんか一面湯みたいじゃん、名古屋の。あ、食感めっちゃいい。食感がちょっと硬くて美味しいね。うん、食べ終わりましたけど、ごちそうさまでした。はい、ここの広文では海石だけじゃなくて流しそうめんもありますので、私たちは予約しましたよ。ここ食べれない。86番で予約取っていて、まだ多分順番回ってきてないと思うけど。そう、すごいよ。お昼ご飯は食べ終わりました。ボリューミーで、でもだからちょっと散歩して、今この細長い道で貴船神社に向かってます。ここの一番の見どころだと思う。あ、ここに違うお店があるよ。あ、今人全くいないけど、ちょうど終わったんじゃない、お昼の時間は。そうそうそう、天気いいよ。どんどん上がってくるよ。そう、車が多い。すごいね。貴船神社やってきましたね。そこだよ。でも前から入って、そこから上がった方が景色がいいよ。これ貴船すごいね。この両側にさ、旅館とかレストランとかカフェとかいろんなものが、こう木が入ってる。そう、なんか山の中の雰囲気めちゃめちゃいいよ。川が流れてるからめっちゃ風情ある。うん、そう。登りますか？登りますよ。はい、行きましょう。なカメラを手で持って、はい、一緒に行きましょう。今は夏だから全部緑になってるけど、これ絶対にめちゃめちゃ綺麗に紅葉してるよ、秋になると。
根神社の一番上に来ましたよ。めっちゃ並んでるよ。お参りで並んでるね。お参りで並んでるか、御朱印とかを買って並んでるか。お、降りてきました。貴船神社ですか。貴船神社から降りてきましたけど。来ましたね。今から小腹減った？食べれる？ギリギリ流しそうめんの番だよ。ヒロ分で番号を取ったので番号が回ってきたと思うので、今から流しそうめんを食べたいと思います。社長の胃袋はどうなってるんでしょうね皆さん病気だよすごいかもしれない。もう食べれないよ。モンスターですよ。無理だよあと6番って言われたので下で待っててくださいって言われた。でもやってる流しそうめん。めっちゃいい。目の前の景色最高だ。ああ、だからさっきよりいいよ、ね、さっきの景色よりいいよ。ちなみに左利きの人生が辛いですよ。ここも本当だ。右から流れるからこうキャッチしなきゃいけないよ。そうだね。左利きだから流れてきたからこう取ると、うん、ああバイバイってなっちゃうんで。ああそうだから心配したらやばいことだよ。じゃあ俺が一応手で押さえるからね。こうやってやだ最後めっちゃ上手に撮れたね。よかったね。かっくりかっくりした。うん嘘です。今めっちゃ焦ったよレナ、もう次来たよ。早すぎるよ。食べないの早く残って。もう満タンになっちゃうよもう半分。はいはい、どうぞ。やだよ、食べて、早く、はい、早く食べて、早く食べて。どうぞどうぞ。面白い、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 面白い。そんな美味しいを言う暇ないよ。あれも美味しいわ。いや、美味しいけど、ちょっとあのスピードが落としてほしい。食べてないってこと。半分グッバイした。また来たよ。なんか落ち着いて食べれないよ。レナの目線が常にさ、こっちの正面に行ってるから。こう見ると超景色がいいわ。やっぱり皆さん分かりますか、この景色を見ながら長い正面を食べるという、この上ない幸せです。贅沢です。 OK、 じゃあ最後が来たよ。赤いやつ、赤が来たからラストです。終わりでした。はい、OK です。はい、ごちそうさまでした。流しそうめん美味しかったよ。ちなみに流しそうめんの方は予約が必要なしで、ここで受付したら1時間半2時間ぐらいで1回回ってくるので、1500円でこんな景色ですごい手頃なことだと思います。ボリューミーな流しそうめんが食べれます、まあ、めっちゃお腹減ってたらいいと思うけど。貴船が楽しかったね。いやー、めちゃくちゃ良かったです。前回こっちに来た時にもうちょっとシーズンが終わってたから、うん、これを見て、あ、やりたいなと思って今年は来れて良かったね。ちなみに1年前ぐらいにこっちに来てた時に、うん、来てました。ここで歩いて、いろんな川の上で食べれるところを見て、その時川床やってなかったんだよね、時期的に。そう、終わってた。で、今日リベンジということで川床でご飯も食べれたし、流しそうめんもできたし、大満足。貴船神社にも行けたし、はい、おすすめです。この動画は楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。